皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の6月の13日月曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、午後8時6分ということで、申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、ついにイスラム国は米国内の洗脳信者を使って無差別大量殺戮テロを実行したということが今日のメインテーマですね。これは昨日ですね、現地時間の昨日の6月の12日午前2時過ぎに、フロリダ州のオーランドにある、ナイトクラブで、一人のテロリストというかが銃を発射したということで、現在のところ死者が50名と負傷者が53名という大惨事になったんですね。で、まあ、今現在の情報ではこの犯人というのは人質を取って立てこもったんですけど、最終的には警察隊に射殺されたと。そしてこれは単なる個人的な恨み等々じゃなくて、イスラム国が関係してんだろうという情報がありますので、おそらくそうだと思うんですね。単に個人的な恨みとか個人的な感情では50名とか負傷者53名とかという大量殺戮はしないですよね。ということで、ついにアメリカ、まあ、彼らにとっては本丸ですよね、での無差別大量殺戮テロ事件が発生しちゃったということですね。周平さん、お茶ですよ。こんばんは。コンティニューコインですね。ありがとうございます。ということで、今日はそれをメインテーマにして、今全世界に荒れ狂ってるこのような無差別テロ、あるいは内戦、あるいは捕虜の大量殺戮、あるいは地域を限定にしてイスラム国が独立国家みたいにして地域を独裁的に支配するという動きはですね、ここバラバラに起こってるんじゃなくて、これは明快に、一つの流れがあんだということが今日のメインテーマですね。砂月さん、今日のメインテーマですね。リツイート してくれましたね。ただいま配信中、ヤンダ銃社会とアメリカの裏社会の結託ということですね。ミーナさん、コンティニューコイン、周平さんですね。ということで、今日は最初はですね、ワイワイニュース支援組織見る千の会と、山崎康彦と愉快で情報通な仲間たちという別称がついてるんですけど、これのご案内ということですね。小部茶さん、こんにちはですね。周さん、コンティニコイン、配信ありがとうございますということですね。これの毎回してますけど、URL を貼り付けたいということですね。ジェイソン、初見ですか。吉幸さん、コンティニコインよろしくお願いいたしますということですね。それから土山淳さんですね。毎日毎日ありがとうございます。お茶が8杯とか6杯か、コンティニコインが2枚ですね。それと吉幸さん、よろしくお願いします。コンティニコインですね。この見るの会、このご案内を2回に2つに分けて、この世の中から貧困と格差社会、テロと戦争、核兵器と戦争兵器を本当になくすために1000名の支援者を募集しますというのが見るの会のご案内なんですね。で、ポイントは本当になくすということなんですね。ですから具体的な行動計画等々を含めた提案をさせていただいているということですね。
IS はなくならないですね。ホームグロンテロリストは世界中でネットからの情報で洗脳されますからと。コブチャちゃんです。コブチャ、そうですね。すごいですね。その洗脳ネットワークっていうのは、ジェイソンとは、厚切りジェイソン。これは何のなんですかね。ジェイソンさんの名前から来てるんですか。ジェイソン・フール。から、米オーランドでの無差別大量殺戮は偽旗作戦でしょうと、ミーニャさん。それから、第14回、ワイワイニュースライブネット世論調査というのの中間報告ですね。今日の午後6時現在の中間報告で、テーマがノーベル平和賞を受賞したオバマ米大統領は、1、核兵器削減や戦争回避を目指す平和の使徒か、2、対テロ戦争で無人攻撃機を導入してすでに7000人以上を殺した戦争犯罪人かということで、現時点での回答者数が42名ですね。ツイッターが40名様、E メールが2名様ということで、1番が 0% ですね。全員がオバマ大統領は無人機攻撃ですでに7000人以上を殺した戦争犯罪人だということで、これまで、まあこれ含めて14回だったんですけど、0対100っていうのは初めてですね。もうはっきり、分かれちゃってますね。ということで、この世論調査回答はですね、今週の水曜日午後1時半までですので、ぜひ皆さん多くの方が意見を表明していただきたいということですね。天国カラスさん、コンティニコインですね。から小ぶ茶さんがお茶ですか。こんばんは、よろしくお願いします。あ、天国カラスさんですね。元 CIA、NSA、スノーデン、IS は米国が作り出す。そういうことですよ、皆さん。その背後には、奥の院、ロスチャイルドがいますね。吉行さん、ついに、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれましたね。ジェイソン・フーミさん、お茶ですね。ということで、この世論調査の回答をぜひお願いしたいということで、テーマ第14回テーマとそれから URL ですね、2つに分かれますね。周平さん、銃も核もあれば悲劇は繰り返されると、勝手な理由をつけて保持し人類を破滅に向かわせている悪魔組織という、まさに今日のテーマそのものですよ。マイナス12。これですね、第14回。ワイワイニュースライブネット調査ですね。そして回答方法ですね。ツイッターをお持ちの方、ツイッター経由の方ですね。シロー東郷さんですね。いつもありがとうございます。こっちに来ますね。ツイッターですね。ツイッターと、それからツイッターやってないという方は、私宛にメールで直接回答してくださいということですね。それと今日のキーワードですね。この間ずっとブログ隠された真実より転載させていただいた、いただいてるんですけど、今日のキーワードビル・クリントンですね。ヒラリー・クリントンの夫ですね。
ビル・クリントンを大統領に仕立て上げた最大の支持者は鉄道王ハリマンの未亡人パメラ・ディグビーだったと。パメラの父がエドワード・ディグビーで、その義理の兄がアルバート・プリムローズ、その母がハンナ・ロスチャイルという関係だから、ロスチャイルが全部絡んでるんですね、あの血脈が。翌年第1回年次改革要望書が作成され、1996年には金融ビッグバンがスタートした。このビッグバンにより現在では日本株の売買高の6割を外資が動かしているという状況になっている。だこれは第一次、年次改革要望書というのが宮沢内閣じゃないですかね。で97年は橋本内閣に変わったんで、その時ですね、いわゆる、現在では日本株の売買の6割が外資を動かしているという状況になったということですね。から今日の一言ですね。ビル・クリントンの URL を貼り付けますかね。隠された真実。そうです、金融ユダヤですよ。奥の院は全てで、その金融ユダヤ、いわゆる回収したユダヤ人、ロシアで国際金融マフィアが奥の院として、全てを実効支配している。それでおそらく世界中に数万人という代理人を置いてですね、彼らに表立って権力犯罪を犯させると。で自分たちは一切表に出ないという、非常に巧妙な隠されたまさに真実ですね。それで、今日のテーマっていうのは、彼が奥の院がベースにしている思想は一体何なのかということで、結局ユダヤ教の秘密教典のタルムードまで、遡らざるを得ないと。であれは紀元後の300年か400年に今まで、公伝、ラビが口伝えに、数百年、続けてきた、いわゆる神の教えなんですよね。だから旧約聖書っていうのは神の教えを印刷したものですけど、印刷できない、秘密の教えみたいなものをですね、このタルムードということで伝承してきたんですね。でそれを300年頃に印刷したということで、秘密教典タルムードというのが68巻ぐらいあって、神が実際に言った言葉と、それからその神が言ったことをラビが解釈して説明する、2つに分かれてるらしいんですけど、全部で68巻もあるという膨大なもので、全部ヘブライ語で書かれてますので、ヘブライ語を話すユダヤ人以外は分かんないと、あるいは外のユダヤ人以外には絶対秘密にして教えないということで、秘密にされてきたんですね。ここまで行くんじゃないかと。でそれをベースにして、1774年に例の現在の回収ユダヤ、ロシアへの国際金融マフィアの元祖ですね、アムシェル・ロートシルト、彼が30歳の時にフランクフルトに12人のユダヤの重要人物を集めて秘密会議をして、でそこで25項目のロスチャイルド世界革命行動綱領というのを作ったと。でそれのベースっていうのはタルムードなんですね。だからタルムードを実際に計画して実行するという行動綱領を作ったんですね。でこれがまさに今実行段階に、実行の最終段階に来てんじゃないかというのが私の印象ですね。
ビル・クリントン、ブログ、あ、これはそうですね。ヒラリー・クリントン、私たちがアルカイダを作ったと。IS はアルカイダの分派と。こういうことですね。今日の一言ですね。これは先週ですね、メインテーマで取り上げましたけど、昨年7月シリアでイスラム武装勢力ヌスラ戦線に拉致され10ヶ月間拘束の後、今年5月7日に無事解放された3人のスペインジャーナリストのうちの1人サストレさんが朝日新聞のインタビューに答えたんですね。で、その記事からの抜粋です。で、その記事の中にも書いてありますけど、彼ら3人はスペイン政府がトルコ、カタール両政府に協力を要請、人質1人につき370万ドル、約4億円をヌスラ側に支払うことで決着し、解放されたというのが、この朝日新聞の記事の中に入っているんですね。で、このサストレさんが言った言葉ですね、一応3つ取り上げるんですけど、1つ、解放に尽力してくれた政府関係者をはじめ、国民は私たちを見捨てなかったと。スペイン人に生まれて本当に良かったと思ったと。でしょうね。3人で12億円払ったんですね。スペイン政府。で、当然ながらスペイン政府も、あるいは彼ら拉致された人たち、人質も一切言わないですよ。ジャーナリストも言わないですよ。でも実際は、表向きはテロリストとは交渉しないと。身代金なんか払わないというふうに言うんですけど、実際は秘密裏に交渉してるわけですよね。それで身代金を払って、無事解放させたと。これはまあ、フランス人女性が、イエメンで、誘拐6ヶ月、拘禁された後、フランス政府が身代金を払って、昨年の6月かな、釈放をさせたと。8月か。いうのと全く同じですよ。だから安田さんが、安田純平さんが未だ、この同じヌスラ戦線に、同じアレッポの郊外で拉致され、10ヶ月以上拘禁されているということで、なぜ3人のスペインジャーナリストが解放されて、彼1人が解放されないのかというのは、安倍事故、ファシスト政権が一切、ヌスラ戦線側との接触を拒否し、当然ながら身代金も払わないということで、彼は窮地に落とし込まれていると。こういうことですよね。ですから彼が、まあ私言いましたように、日系スペイン人だったら、当の昔、解放されてます。あるいは、日系フランス人だったら、当の昔、解放されてます。彼の不幸は、日本人、特に今、安倍事故、ファシスト政権の、国民の命なんか全然思わないと。自分たちの利権、特権だけにしがみついて、国民の資産、国民の命を、の重要性を一切考えない。ファシストが政権についているということが、安田さん及び我々の一番の不幸ですよ。だから早く打倒しないといけないんですよ。安田さん解放させるためには。だもしも民主党政権が、今でも続いてたんですね。安田さんは帰ってきてますよ。これほどの差なんですよね。から二つ目、ジャーナリストがシリアに行くのはシリアの人々のためだと。シリアの人々は私たちを必要としていると。ジャーナリストという証人のいない戦争は最悪の戦争だったからだと。まさにこれなんですよね。安田さんが勝手に行って自己責任だから、政府は関係ないよと。自己責任でやるんだったら民間努力で、自助努力で解放してあげなさいよというのが今の安倍事故ですけど、違うんですよ。フリージャーナリストはまさに、シリアに行くのはシリア人のためだと。シリアの人々は私たちを必要としてるんだと。ジャーナリストという証人のいない戦争は最悪の戦争だから、彼らは身の危険を冒してでも行くんですよね。そのことを 全否定しているのが自己責任論を声高に主張するネトウヨのバカどもですよね。
から3つ目、この仕事を続けてきた安田さんが見捨てられるはずがないと、一日も早い解放を願っていると。これですよ。今日の一言ですね。それと今日の座右の銘ですね。これ座右の銘はその都度、まあ、いくつかあるんですけど、良いことも悪いことも含めて決して忘れてはいけない言葉を座右の銘にして、文字通り座右においていつも読んでますという中で、今日は A の2という中の抜粋、これはずっとこの間鈴木慶子さん、経営コンサルタント、彼が出した、3月に出した非常に怖い本ですよね。真実を語る怖い本、日本人が知らないこの国の重大な真実、これの著者ですね、鈴木慶子さんの言葉ということで、今日は抜粋ですね。で、彼はこの前には金融暴落から戦争に突入する日本国という成功書簿、これの朗読をやってたんですね。で、そこで書かれていることの、まあ、座右の銘として、取り上げるということで、安倍晋三は日本国民の意思を苔にすると、安倍晋三は歴代内閣の意思を苔にする、安倍晋三は日本国を米国の戦争に参加させると、安倍晋三の本心は日本国を戦争国家に変えること、安倍晋三は地球支配階級の手のひらの上に存在する、地球支配階級という、これは鈴木慶明さんの独特の言葉なんですけど、まあ、私は世界支配階級と言ってますけど、いわゆる先ほど言った奥の院にいる、回収ユダヤ人、ロシアで国際金融マフィアなんですね。から安倍晋三は甘やかされて育った愚かな甘ちゃん男であると。安倍晋三はムードだけの男、本質のない男、身のない男であると。安倍晋三はマスコミが敵に回ることには耐えられないと。安倍晋三は岸信介の孫であることが唯一のプライドだと。安倍晋三はスポイルされた男だと。日本国の収入の7割は役人の給料に消えていると。残りの3割で国家を運営するのに足りないと。それで彼らは赤字を作り出す。日本国家はパラサイト役人集団、パラサイト役人政府が支配する。日本国家に労働奴隷、税金奴隷に、日本国民はですね、労働奴隷、税金奴隷に過ぎないと。日本国民はパラサイト役人国家の中で奴隷生活を強いられていると。日本国民は金融暴落と戦争突入という地獄的世界に叩き込まれると。近未来世界で世界大恐慌が発生すると。近未来世界で第三次世界大戦が勃発すると。近未来世界で日本経済は徹底的に破壊されると。近未来世界で日本国は第三次世界大戦に参戦すると。現代世界情勢の背後には悪魔集団が存在すると。普通の地球人を徹底的に、悪魔の意味、1、普通の地球人を徹底的に搾取する存在。悪魔の意味に、普通の地球人を徹底的に欺瞞する存在、騙すんですね。悪魔の意味3、普通の地球人を徹底的に殺害する存在というのが今日の、座右の銘、抜粋ですね。鈴木慶子さんの言葉ですね。まあ当たってるでしょうね。そして今日は朗読編で、日本人だけは知らないこの国の重大事実、真実、闇の世界金融権力の日本占領計画、鈴木慶子著、イーストプレス発行1700円プラスで、今年の3月6日発売ですね。で、現在読み進んでるのが第7章、大日本帝国は田伏の悪魔集団が動かしたと。大東亜戦争を作り出したのは誰なのかと。その中の第6項ですね。6節か。章の下の節、第6節。日米関係の表層と真相を通していると。245ページから248ページですね。なぜ日米戦争、大東亜戦争が勃発したのか、ここでは歴史の表層から述べておくと、その真相はすぐ後で述べると、しばらくお待ちいただきたいと。
1931年昭和6年の満州事変以降、大日本帝国は大陸への侵略を拡大させたと。この時米国はどう動いたか。米国は大日本帝国の動きに強く反発しながらも日本との戦争を確保してはいなかったと。日米戦争に突入したターニングポイントは南部仏印進駐だったと。1941年7月、大日本帝国は南シナ海の制海権を奪った。これは米国の軍事戦略への挑戦と受け取られた。南部仏印を大日本帝国が奪取すればどうなるか。その時には大日本帝国は南シナ海のどこにでも航空機で攻撃できるようになると。米国にとってはこれは許せないことであると。日米戦争直前の日米の動きは次の通りと。1939年7月26日、米国は日米通商航海条約を破棄を通告すると。1940年1月26日、日米で日米通商航海条約を執行すると。日本国政府は条約更新の交渉をしたが、米国は日本の中国侵略を非難、交渉を拒否して経済制裁を加えたと。本書の立場から言うならば、この時点で日本国政府は米国の意思、日本国の侵略活動は許さないを確実に把握すべきだった。だが日本国支配階級は傲慢だった。彼らは米国を無視する態度に出たんだ。そして日本国はさらなる侵略を開始すると。1940年9月23日、日本軍は北部仏印インドシナに進駐する。1940年9月27日、日本国は日独伊三国同盟、軍事同盟に調印する。1940年10月12日、日本国で大政翼賛会が発足する。日本軍の北部仏印進駐が米国を刺激したことは言うまでもない。同時にその直後には日独伊三国同盟、軍事同盟に調印した。ドイツとイタリアは当時の世界における異端者だった。その両国と日本国は軍事同盟を結ぶ。これで世界にケツをまくっているのと同じである。その後日本国では大政翼賛会が発足した。これは国民組織を基盤とする政治体制を確立するためのものだが、端的には全体主義体制の発足だと。ドイツとイタリアは全体主義国家として欧米世界の反感を買っていた。日本国の体制はそれに見え習いをしたのであると。日独伊がぶち壊せるのは当然だと。1941年7月28日、日本軍は南部仏印インドシナに進駐する。1941年11月26日、米国はハグノートを提示する。日本時間に27日。1941年12月8日、日本軍は真珠湾基地を攻撃する。大東亜戦争勃発。日本軍は前年9月の北部仏印進駐に続いて南部仏印中心を決行する。進駐を決行する。この間、米国は日本国に対して繰り返し警告を発していた。だが日本国はそれを全部無視した。これでは米国との関係が決裂に向かうことになるのは当然だと。南部仏印進駐の4ヶ月後、米国のコーデル・ハル国務長官は、ハルノート、日本軍の中国からの撤退を求める声明を提示する。だが日本側はそれを拒否。日米交渉は決裂した。そして日本軍は米国ハワイの真珠湾基地を攻撃する。こうして日米戦争、大東亜戦争が勃発する。さて右では日米戦争に向かう日本の日米の動きを見た。これはこれでも間違いではない。だが、本書の立場から言うならば、右は歴史の表層の動きに過ぎないと。いわゆる日米開戦の真相を投資するとどうなるのか。そこには岸信介、安倍晋三の祖父が登場してくると。本書における投資の時空は満州帝国へと移動するということですね。で今日の説はこれで、で明日、第7節、岸信介は満州帝国で何をしているかということですね。ですから、まあ、表層と真相、これを両方見ないといけないということですよね。で今日のメインテーマですね。ついにイスラム国は米国内の洗脳信者を使って無差別大量殺戮テロを実行したと。イスラム国は2015年11月13日のパリテロ、これは30名死亡ですね。で今年3月22日のベルギーブラッセルテロ、パリテロは130名だ、ブラッセルテロが30名ですね。
続いてキリスト教国へのテロ攻撃の本丸、米国内で実行したと。現地時間の6月12日午前2時ごろ、米国フロリダ州オーランドのゲイバーみたいですね、ナイトクラブで発生した死者50名、負傷者53名の無差別大量殺戮事件は、イスラム国が入国管理が厳しい米国内でのテロを国内の洗脳信者を使って実行したものと思われる。で、米国は武器の所有と携行が憲法で保障された世界で一番危険な国であると。その根拠っていうのはアメリカ合衆国憲法修正第2条ってなんですね。よく規律された民兵は自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し携行する権利はこれを犯してはならない。これはアメリカの独立戦争の後の1776年独立記念日、あの頃ですよね。だから今から350年ぐらい前のこの規定が今でも修正されずそのまま残ってる。1776年、240年前ですよ。いわゆるあの頃はもう、いわゆる西部劇の世界ですよね。一人一人が腰に、拳銃をぶら下げて、自由に、歩いて動いて、それで敵と見なすものは全て、拳銃で撃退するという、とんでもない西部劇の時に規定された憲法が修正第2条がですね、未だもって240年後、未だもってそのまま憲法として機能してるって言ってどういう国なんでしょうねと。それでこの間毎回ですね、この合法的に入手した武器を使って、学校に押し入って無差別に殺すとか等々が繰り返されるたびに銃を規制するとかいう動きがないんですけど、すべて、潰されたんですね。これ修正第2条、武器の所有権っていうのは1791年成立ですよ。周辺のだから戦争は絶対反対と。桂尾村避難指示解除、ああそっか、このあれですね、機密政策と同じと人命軽視扱い、奥の意味悪い方やつほど自らの手は汚さないと。私の父は腕と足に銃弾貫通の傷、あと生還は奇跡、祖父岸信介の孫とは大違いという、桂尾村という、これですよね、避難指示解除したと。それで空間占領がどのぐらいかっていうのは一切言わないですね、 NHK が言わないで、全員帰還することに賛成しているような抑散報道を繰り返しますね。トランプは銃規制に未だに反対ですと。支持層がプア層なんですが、この土台も崩れてきてますということですね。小渕さんですね。なんで銃規制に反対なのかということなんですね。で、これまで米国内では合法的に入手した武器を使った無差別殺害事件が頻発し、国内世論が銃規制の必要を訴え、オバマ大統領が銃規制に乗り出しても米軍産複合体メコン戦争派と共和党と全米ライフル協会やキリスト教原理主義福音派などが憲法修正第2条を盾に銃規制、反対、銃規制運動をすべて潰してきたんですね。これは一体何なのかということで、まあその表層ではなくて真相、深いところの理由をちょっと考えるとですね、
米国民が銃規制を訴えても、アメリカ合衆国憲法修正第2条、武器の所有権を盾に全ての運動が潰されてきた理由は、結局のところ米国民がお互いを殺し合うように仕向けられてきたんだろうという考えるしかないですよね。これだけの犠牲者が出て、今回も銃規制の必要があるという世論は高まるんですけど、結局はダメなんですね。そうでしょうね。バックにいいんでしょうね、トランプさんの。全米ライフル協会と強力なロビー団体ですよ。軍産複合体が金を出してる。だから全米ライフル協会に盾つくと、上院でも下院でも国会議員続けられないと言われるほどのものすごい影響力を持ってるんですね。早川さん、コンティニューコインですね。要するに米国民がお互い殺し合うように仕向けられてるんだと言うしかないですよね。これほどの自由に入手できるアメリカの銃の傾向と携帯とから入手保持の自由が権利が保障されているということを盾にして、要するにもう自分たちで殺し合えよというふうに差し向け られてるというしかないですよね。これは奥の院ですよね、結局。でその真の理由と、競争じゃなくて、いわゆる奥深い本当の理由は一体何なのかというと、私がさっき言いましたユダ教秘密教典タルムードの教え、要するに先民思想、終末思想、世界統一政府樹立まで遡らないと分からないだろうと。そしてこのユダヤ秘密教典タルムードの3つの教え、先民思想、終末思想、世界統一政府樹立を実現するために、1776年にアムシェル・ロープシルトが策定したロスチャイド世界革命行動計画の内容を知る必要があるんだと。なぜならば、今世界中で荒れ狂っている無差別テロや内戦や捕虜の大量殺戮や地域、イスラム国による地域独裁支配は個々バラバラに行われているのではなくて、このロシアの世界革命行動計画に基づいて綿密に計画され実行されているということを知る必要があるんだということですね。ジョン・マケインがライフル協会のロビーだったと。そうですよね、あいつは本当悪いよね。もう80くつになってなんで大きい顔して、イスラム国作ったのはあいつですかね。で、我々は知る必要があるのはユダヤ秘密教典タルムードといって何なのかと、それとそのタルムードをベースにして、今のロシアの国際金融マフィアのを作った初代のアムシェル・ロートシルトが30歳の時に、策定したロシアの世界革命行動計画とは一体何だということを知る必要なんですね。それでタルムードというのは何かということなんですね。アメリカ政府が一番怖がっているのは自由社会の民衆蜂起でしょうねと。いやだから民衆蜂起で、結局アメリカ支配層あるいはその奥の院ロシア領国際金融マフィアの方に銃口が、民衆蜂起の銃口が向かないように、国民同士でお互いに殺し合うように誘導しているとこういうことでしょうね。ということで、ユダヤ教典秘密教典タルムードとは何だと。これユダヤ教の聖典は旧約聖書だが、冒頭の5章創世記でイジプト記レビ記民数記公明記は特に重要とされ、モーゼ5章またはトーラと呼ばれると。さらにモーゼが神から授けられた方で成文化されずに公伝で伝えられたものがあり、その公伝は3世紀頃に文書化されミシュナと呼ばれていた。このミシュナとミシュナをラビーが解釈したゲマラから作成された日常生活の規範と時代時代に対応した生き様を記したものがタルムードであると。
タルムードは6部構成63編からなる文書文で、現代のユダヤ教の主要教派のほとんどが聖典として認めており、ユダヤ教徒の生活信仰の元となっているというわけもある。その膨大な文書の中には、民族的排他性と独善的先民思想が生まれた問題箇所があり、含まれた問題箇所があり、ユダヤ人が排斥される原因となってきた。その一部を伐採。これは例 の、 あのブログの隠された真実が元の情報源ですね。で、タルムード、そのユダあいわゆる先民思想ですね。ユダヤ王は真の世界の法王、世界にまたがる教会の総大司教となる。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神主は地の面にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされたと。これがまさに典型的な先民思想ですね。世界はただイスラエル人のためにのみ創造されるたるなんだ。イスラエル人は身にして他の民は空なる、から川のみ。したがってイスラエルの他に民族なしと、彼らはことごとく空気に過ぎさればなりと。空気というのは空の川ですね。神言いたまうと、我は我が預言者を畜獣に過ぎざる偶像崇拝のとのために使わしたるにあらず、人間なるイスラエル人のために使わしたなりと。人間の獣に優れるごとく、ユダヤ人は他の諸民族に優れるものなりと、すべての民を食い尽くし、すべての民より、領奪することは、彼らすべてが我らの権力下に置かれるときに始まるべしと。これがまさに世界統一政府の事実なんですね。神はユダヤ人にすべての方法を用い、詐欺、権力、氷出し、窃盗によってキリスト教徒の財産を奪取することを命ずる。ここでも、氷菓子が入ってですね。詐欺、窃盗、強力、まあ殺人でしょうね。我々はタルムードはモーゼの法律書に対して、絶対的な優位性を有することを認めるもんない。タルムードの決定は生ける神の言葉だ。何時らは人類であるが、世界の他の国民は人類にあらずして獣類であると。いわゆる語彙とか語彙もですね、家畜ですね。何時殺すなかれとの掟は、イスラエル人を殺すなかれとの稲荷、語彙、かっこ非ユダヤ人、ノアの子等、異教徒はイスラエル人にあらず、語彙もしくはユダヤ人を殺した場合は責めを負わねばならぬが、ユダヤ人がゴイを殺すも責めは負わず、ゴイに金を貸すときは必ず氷を持ってすべし、拾得物を紛失者に返却すべしとの戒めはユダヤ人に対してのみ守られるものにして、ゴイに対しては、叱らず、他民族の有する所有物はすべてユダヤ民族に属するべきものであると。故に何らの遠慮もこれをユダヤ民族の手に収めることを差し支えなし、ゴイの財産は主なき物品のごとして、ゴイに向かって誓いを立てた者は盗賊であれ税理であれ責任は取らなくてよい。ゴイに我らの信教を教える者はユダヤ人を殺すに等しい。もしもゴイが我々の説教を知ったならば、彼らは公然と我々を殺すだろうと。語彙が我々の書物には何か語彙を害することが書いてあるのではないかと聞いたら、偽りの誓いを立てなければならない。そしてそのようなことは誓って書いてないと言わなければならない。タルムードを学ぶ語彙、それを助けるユダヤ人はことごとく生かしてはならない。売信者、火でユダヤ人の血を流す者は神に生贄を捧ぐに等しくなる。これはタルムードの抜粋ですね。マリンさん、こんばんはですね。アメリカ政府が、これは言いましたね、資料統合さん。ということです。それで、もう一つが、そのタルムードを具体化する計画として、ロスチャイルド、世界革命行動計画なんですね。
カイシーダやロスチャイルド国際金融マフィアの創始者マイヤー・アムシュ・ロスチャイルドが30歳の1776年に12人の実力者をフランクフルトに集めて秘密会議を開き、全世界の人間と資源を独占的に支配する世界統一政府樹立のための25項目からなる世界革命行動計画を策定したと。で、この革命行動計画のベースになる考えというのは、ロシアで世界革命行動計画の基本思想の一つは、ユダヤ教の秘密教典タルムードの説く選民思想と。神に選ばれた選民ユダヤ人がキリスト教徒やその他の宗教者や無神教者などの家畜、ご義務から命や富を奪うことは当然の権利であると。からもう一つ、終末思想って言うんですね。ロシアで世界革命行動結果のもう一つの基本思想は、ユダヤ教の秘密教典タルムードが説く終末思想であると。終末にあたって救世主が再臨し、正義と平和が支配する理想世界が訪れるとするメシア思想、救世主思想は言い換えれば終末思想であると。これがハルマゲドンなんですね。それから世界統一政府樹立の思想、ロシアの世界革命行動計画の最終目標は、神に選ばれた先民ユダヤ人による全世界を絶対的に支配管理する世界統一政府の樹立である。それでその中でですね、具体的に今回のアメリカフロリダでの無差別テロのベースになるようなことが、このロシアと世界行動革命行動計画の第1項目と第22項目なんですね。第1項目は、人間を支配するには暴力とテロリズムに訴えると最善の結果が得られると。権力は力の中に存在していると。から第22項目、最終的には我々の運動に尽くす少数の金持ち及び我々の利益を守る警察と兵士、プロレタリアとの大衆が残ればいいと。ご義務に殺し合いをさせるために大々規模の武器増強が開始されなければならないと。これですよ。ご義務に殺し合いをさせるために大々規模の武器増強が開始されなければならないと。これが修正第 2条の武器の所有権の保障でしょうね。で、情報ソースとして、隠された真実ということです。マリンさん、こんばんはですね。今日のメインテーマはそういうことで、要するに、2015年11月13日のパリテロ、今年3月22日のブラッセルテロ、そして今回のフロリダ州オーランドのナイトクラブでの無差別テロ、そして、シリア、イラク、アフガニスタン、ソマリア、イエメン等々での内戦、あるいはイスラム国が地域を支配して独立国家として宣言する地域独裁体制の確立とか、あるいは捕虜をですね、首を切ったりして大量に殺戮するという、こういうことはここバラバラに起こってんじゃなくて、もう明快に、今日のメインテーマですけど、タルムード、ユダヤ教の秘密教典、あのタルムードが教えとして言ってる3つの思想、先民思想、終末思想、そして世界統一政府の樹立というこの教えを、アムシュ・ロスチャイルドが1774年にロシアの世界革命行動計画として具体的な行動計画としてまとめたと。それがですね、今全世界で吹き荒れているテロなり内戦なり大量殺戮なり等々の実行段階に来てんだということだと思うんですね。だから表層だけ、さっき鈴木啓明さんの本の中で表層と真相、これを両方見ないといけないと。表層だけ見てても、いわゆるここバラバラに
物事が起こっているとしか見えないんですけど、真相を捉えるとそれが全部つながっていると、歴史的にもつながっていると、あるいは地域的にもつながっているということが分かるということなんですね。周平さん、実は終戦時の引き揚げ船は戦時中強権な上官だわ、いじめられた部下たちに夜間静かなる処刑として海に放り投げられた、それが戦争なんだでしょうね。だから戦闘中でも憎たらしい上官というのは弾が前から来るんじゃなくて後ろから飛んできたということですから、当然の抵抗権じゃないですかね、ということです。今日のトピックス、これは今日のメインテーマ、米国で史上最悪の銃撃事件、50人死亡、容疑者は IS に忠誠かと、フロリダ州オーランドですね。ハフィントンポスト6月13日ですね。これ URL 貼り付けますかね。ぜひ読んでください。これですね。警察によると銃撃したのは20代の男オマール・マティーン容疑者、午前2時ごろ繁華街のゲイバーナイトクラブパルスを襲撃して銃を乱射し、数十人を人質にして立てこもったと。地元警察のトップは記者会見で、我々の特殊部隊が容疑者の男と銃撃戦となり容疑者は死亡したと述べた。男はライフル、それも殺傷能力のあるライフルと拳銃などの道具を持っているようだったと。当局によると今回の銃乱射は現時点ではマーティン容疑者の単独犯と見られると。同容疑者はアメリカの市民権を持っているが家族はそうでないという。アメリカ連邦捜査局 FBI は ABC に明らかにしたところによると、容疑者はこの地域出身ではないといい、組織されよく準備されていたという。地元メディアのオーランドセンチネルは FBI 関係者の話として、容疑者がイスラム過激思想に影響されていた可能性があると報じたと。地元警察トップのジョン・ミナによると、午前5時ごろ警察は人質の救出作戦を決定、銃撃戦の末容疑者が死亡したという。パルスのフェイスブックページは、皆さんパルスから出てください、走ってくださいと呼びかける投稿をしている。オーランドでは10日にも、歌手のクリスティーナ・グリミーさんがコンサート終了直後に射殺される事件が、と同じ場所ですね、オーランドね、ということですね。だからトランプ氏、クリントン氏も活用、米国の租税回避地ということで、これは毎日新聞ですね、6月7日、米国内租税回避地の実態と、世界を揺るがしているパナマ文書、でも実は世界最大の租税回避地はパナマではないと、ワシントンからそれほどの国内からほど近い米東部デラウェア州なのだと。デラウェア州ウィルミントン市北オレンジ通り1209番地、アップル、グーグル、コカ・コーラ、ウォールマート、大企業は登記上の本社や関係会社をこの番地に置く、総数なんと31万社だって。実はこのビルには次の大統領の座を狙う争う民主党のヒラリー・クリントン前国務長官、共和党の実業家ドナルド・トランプ氏のペーパーカンパニーを構えていると。クリントン氏は少なくとも2社を著書の印税受け取りに活用している模様と。トランプ氏に至っては378社だった。2016年の米大統領選では共和党候補に指名されることが確定したドナルド・トランプ氏、地元大学の新聞がトランプ氏に4月下旬に聞いた演説会の様子を伝えると、2社や3社ではないと、378社、つまり州政府に多くの金を払っているということがやましいところは全くないと。全米50州中2番目に小さなデラウェア州だが、合衆国憲法を最初に批准したことから誇り高いファーストステイトの意味を持つと、租税回避地になったのは19世紀末、
企業に優しい法制度を導入したのが始まると。例えば、他州で稼いだ利益の中から法人税率の安いラデウェア州の法人に企業ロゴ使用料などとして資金を送れば、その分だけ他州では利益が減り、全体の納税がこれ減らされると。減らせると。税の、州の税収の何割、4割がペーパー企業からに絡む税収と。それ以上に、デラウェア州で重宝されるのは、秘匿性の高さ。ペーパーカンパニーの設立時に、実質所有者の情報は必要とされず、多くの場合、設立を助言する弁護士らが名義上の代表者になると。誰が所有する法人なのかと、州当局でさえ把握できず、実質所有者は秘密の壁に守られる。その代わりに州政府は1社あたり年300ドル、約3万3000円を得ると。同州は歳入の約4割をペーパーカンパニーの立地に絡む収入に依存すると。主導権を握るのは弁護士たちだと。デラウェア州の弁護士は政治家たちは州弁護士協会に法案の作成を任せてきたと明かす。弁護士が企業や富裕層のニーズを取り込み、その法案を州議会が可決すると。我々が、最先端でいられるのはこのルールが確立しているからと。デラウェア州の法的安定性を訴える同州近郊近平法裁判所、企業や弁護士にとって判決の予測可能な高いことで知られると。世界的な課税逃れの実態を暴露したパナマ文書の舞台となったパナマは、デラウェアの制度を手本にしたと。ああ、そうなんだ。で、規制強化に反対する勢力。オバマ政権は2008年の金融危機後、税収確保のため、米国の富裕層らが課税逃れに使っていたスイスの銀行を標的に、秘密口座の情報開示を迫るなど、強硬姿勢を取ってきた。ところが、国内の内なる租税回避地には手を出せないでいる。会社法など関係法制は連邦政府ではなく、州政府の権限であり、デラウェアのように多額の歳入をペーパーカンパニー設立に依存する州に制度改革を知ることはできないから。それでもオバマ大統領は5月6日の記者会見で、改めて銀行などの金融機関に自主的所有者の情報把握を求める規制強化の案について、議会の協力を読みかけた。しかし、来年1月までの任期中に、内なる租税回避地への対策強化が実現するとの期待は大きくないと。議会上下院両院で過半数を占める共和党が反対する可能性が高いと。パナマ市で課税逃れをする、助言する弁護士や米国で我々のサービスを使うのは昔から共和党に連なる組織や人ばかりですよと語る。課税逃れ封じに向け鍵を握る勢力が租税回避地の利用者でもある実態が対策を難しくしているとね、ミーナさん、お茶ですね。トランプのブレーンは、見せ旗作戦やと、デモクラシーなの。なるほど。みんなつながってんだ。ということで、この記事、なかなかいいですね。これですね。からこれがあれですね、面白い記事ですね。日本会議、生みの親、成長の家が安倍政権と日本会議の右翼路線を徹底批判。日本会議の元信者たちは原理主義と、リテラですね。これだ。これですね。宗教法人成長の家が昨年6月9日ホームページに似てこんな書き出しで始まる声明文を公開、安倍政権に真っ向から反対を宣言したと。成長の家は1930年後、谷口正治氏によって設立された宗教団体で、49年に法人化、当時は広告士官や国粋主義的思想のもと、明治憲法復元や反共をを掲げ、政治家と結びついて積極的に政治活動を行っていたと。また現在、安倍政権と一体化して会見を進めている、推し進めている
極右団体日本海軍も元政調の家の信者が中心になっている。その政調の家がこの声明文では安倍首相の政治姿勢に対する明確なノーを突きつけている。で、括弧引用ですね。その理由は安倍政権は民主政治の根幹を成す立憲主義を軽視し、福島第一原発事故の惨禍を顧みずに原発再稼働を強行し、海外に向かっては緊張を高め、原発の技術輸出に注力するなど、私たちの信仰や信念と相容れない政権や政治運動を行ってきたからです。安倍政権は旧態依然たる経済発展、市場主義を掲げるだけでなく、一内閣による憲法解釈の変更で集団的自衛権を行使できるとする解釈改憲を強行し、国会での優勢を利用して11本の安全保障関連法案を一気に可決したと。これは同政権の古い歴史認識に鑑みて、中国や韓国などの周辺諸国の亀裂を増し、平和共存の道から遠ざかる可能性を生んでいます。また同政権は民主政治が機能不全に陥った時代の日本社会を美化するような主張を行い、真実の報道によって政治をチェックすべき報道機関に対しては政権に有利な方向に圧力を加える一方で、教科書の選定に深く介入するなど、国民の世論形成や青少年の思想形成にじわじわと影響力を及びつつあります。これ声明文、なんかまともなこと言ってますよね。続きはちょっとご自分で、読んでいただきたいと思いますね。それから日刊現代、過去最悪、首都圏賃貸アパート空き室率 30% 超の衝撃と。これはアベノミクスの、いわゆる国民の税金と日銀がスリに吸った300兆、合計500兆の国民資産が金融機関に行って、その一部が不動産の方に行って、で賃貸住宅のバブルを発生して、タケノコのように賃貸住宅が立ったんですね。その煽りなんですね。その結果なんですよ。当然ながら、供給過剰ですから。空き室率 30% 超になるということですね。首都圏ですけど、全国的にそうでしょう。これですね。過去最悪。首都圏賃貸アパート空き室率 30% の衝撃ということですね。今何分ですかね。62分54分ですね。閲覧100名様、計246名様と。コメント54件ですね。それと、今日の重要情報、米国を戦争へと導いてきたチームに属するヒラリー・クリントンが大統領になったら平和は望めないという。桜井ジャーナルさん。桜井ジャーナルさんは、クリントンよりもトランプの方がまだマシだという意見なんですけど、まあ、私はどっちもどっちで同じだろうと思うんですけどね。これの URL ですね。まあ、本来だったらサンダースはアメリカの大統領になるべきなんですけど、インチキ大統領選挙の特別代議員制度によって負けちゃったんですね。あれほどインチキなのないですよね。独立代議員の712票のほとんどがクリントン氏ですから、それがなければ彼女は2313かな、いわゆる公認候補として最低限必要な代議員数にはならないんですね。一般代議員の数ではその数に達しないということで、クリントンが民主党の正式の大統領候補になるためには、まあ、712人のうちのほとんどの特別代議員の票が入らないとなれないという、まさにインチキそのものですよね。よくこんなインチキな大統領選挙に皆さん、米国民は何にも言わないのかな。トランプフライド表明、支持ね、できないという、そうなんだよね。だから、サンダース、
あくまでもサンダースです。ということで、今日の、月曜日ですね、今は午後9時11分ですね。ということで、コブチャさん、まさにトランプ左両面支持できないと、私と全く同じですね。あくまでもサンダース。サンダースをまともな大統領選挙制度で、要するにフランスの大統領選挙と同じように第1回と第2回で最初は3、4名、の候補者の中で1位と2位を 50% 以上にならないんですから、1位と2位を選んで決選投票して 50% 以上の人が大統領になるという、至極真っ当な真っ当な普通の選挙制度に改めようと。当然ですな。論理バラバラな安倍の話術は矛盾だろうと。多分こんなバカに任せられないという思いからの 発信でしょうという。これは成長の家でしょうね。が反安倍を露骨に表明したということですよね。ただ彼らも戦前の広告士官そのものの天皇教、カルト宗教、天皇教を全国民に洗脳した戦争犯罪人ですからね。そして、60年には浅沼院長を視察した青年はまさにこの成長の家の洗脳に洗脳された極右ファシストですよ。途中で獄中で自殺しちゃったけどね。ということで、ですからその辺の批判をしないで、その辺の自己反省なり歴史的な批判をしないで、ただ安倍批判を繰り返すということは、物事の半分だけ言って、肝心のことは言わないよというのと同じじゃないですかね。彼が言ってることは、さっき言った読んだ部分では至極真っ当なこと言ったんですけど、それじゃあ戦前のいわゆる侵略戦争に加担して天皇教を国民に無理やり洗脳させた自らの権力犯罪、戦争犯罪とともに、戦後の60年の浅沼委員長視察班を自らの組織から出したということの反省、山口音也だ、そうです、それを自己批判しろよと。その自己批判なり反省なり誤りなりを言わないで、安倍がひどいと、安倍は俺たちよりも極右だと言って批判するっていうのは物事の半分しか言ってないですよね。ということです。じゃあどうもお疲れ様でした。たくさんのコンティニューコインとお茶とコメントいただきました。ありがとうございました。パソコン、閲覧中に成長の家あたりで画面がフリーズしたと。再起動しましたが、音声が途切れてます。Android タブレット端末で音声拾ってます。あ、修正。なんかあったんですかね、妨害みたいなの。水道東郷さんです。パチパチパチです。いつもありがとうございます。ということで、今日の放送はこれで終わりです。また明日火曜日ですね。できるだけ早めに開始したいということで、またよろしくお願いします。周平さん、お疲れ様でしたですね。はい、どうも。ありがとうございます。小渕さん。